ラノバイさん待ってゆっくりでいいと思う。ガデンキャー、ガデンキャー、フェイル。なんで裏声？一緒一緒。エパン、エパン。なんでずっと裏声なの？アイキャンパラ。ナイス。なんで大明さん裏声なんですか、ずっと。え、ガチでごめん、これ地声。ごめん、本当にごめん、それはごめん。ずっと裏声で喋ってるなと思って。あ、でもたまにそういう人おるよな、なんか裏声で喋って。え、じゃ裏声出してみて、今。え、裏声が分からんねんけど、どこら辺からが裏声なんか。自覚なしの普段から裏声で喋ってるタイプの人ちゃう、これ。無自覚ミッキーじゃない、これ。一番低い声は。じゃあめっちゃ低い声出すよ。うん、おお。たっか。いや、そうだよね。高い、高い言われます、普段。お兄さんはじゃあ、結構勘違いされるん？いや、もう結構、寝かまされるとか言われたりすんけどさ、うん、これ地声やからさ、するも何もないねんと思いながら。ランプフェニー、ランプフェニー60。ランプフェニー、ランプフェニー60。いや、唯一無二やな。その声大事にしてや。配信者やった方がいいって絶対。向いてるわ。ちょ、レイさん、もし僕が配信者になってさ、うん。有名になったら見つけてね、ちゃんと。見つけるわ。いや、まずハードなトレーニングからやな、だから。ああ、日々のね。まずは、ベンチプレス130キロ目指そう。折れてまうって言うて。推しの子のピエヨンなれるって、リアルピエヨンに。その声だったら。そんなん、食いすぎて、ポヨヨンになって終わりやって、絶対。